はい、皆さんこんにちは、榊篤です。16日ね、火曜日、2時半、もうすぐ2時半です。まったりしてきましたよ、まったりと、ご飯食べてね、2缶飲んで、なんかでももう1缶欲しいんですけどね飲んだらね、飲んだでね、頭ボーッとするんですよ。いやでもなんか欲しいわーと思って、これでね、まったりとしたね、ノート書きましたよ。すごい、今日のノートはちょっと異色ですよ。タイトルがね、一部上場デベのアマゾネス軍団、若い男をよこせとやりたい放題だったという話です。これだけ聞くとなんかあれでしょう、すごいでしょう。でも中身割合真面目ですからね。で、300円ですね。これね、あんまりね誰にも読んでほしくないんですよ。かといってね、敷居を高くしたくないし、もうというかもう分かる人には分かるんですよね。分かる人には分かる話でございまして、まあ、昔こんなことあったなということで、一部フィクションですから、それはそれでね、フィクションとしてお読みいただければ、では一般人には分からないように書いてありますので、ごくごく関係者ですね、数十人おらへんな、2、30人かなの関係者は分かるかなという。でもその人らは多分僕のね、 YouTube 見てないからね、多分お読みにならないと思うんですけど、もう本当ね、今は昔の、まあ10年以上前の話ですからね、もうかなり時効です ね、 まあそう、こんなこともあったわなぁと。司馬太郎のね、短編、傑作短編集にね、王大砲っていうのがあるんですよ。どんな話かと言いますと、なんか小さい藩ですね、機内、あれ東道藩やったかな、昔々のまだその大阪夏の陣とかやってた頃の大砲っていうのを、まあ、家のこうその藩のですね、宝にしてるわけですね。宝というか武器にしてるわけ、ね、いざという時使うんやと。で、江戸期を通じて大体大砲作ったらあかんっていうことになってるんで、その新たに作ったらあかんっていうことになってるんで、その昔々の何百年も前の200年ぐらい前の大砲を一生懸命ですね、磨くためのお家があるわけですねじゃあその大砲をずっと保管するのが使命で、それでお禄をいただいているという、まあね、江戸時代ならではの話なんですけど、そういったお禄をいただいている大砲を扱っている一家の話であって、で、まあもう、まあそのね、200年以上もそんなことやったらアホなこといっぱいありますわね。で、まあ結局明治維新がやってきて、解放されるわけなんですけど、解放されると同時にお禄もいただけなくなるわけですけど、でそのね、主人が言うわけですね、明治になってから、ああ侍やった時には昔いろんな話があった、いろんなアホなことがあったなっていうことを言う、回想するシーンで最後終わってるんですけど、まあこのね、アマゾネス軍団の話もね、そんな今はもういませんよ。もう10年ぐらい前に亡くなった話ですけど、確かにいたことはいたんですよ、あの人たちは、ね、かなり好き勝手やってはったんですけど、まあその一部の話を、まあ僕の思い出と、かすかの思い出と、あとは聞いた話と、あとはフィクションで再構成をしてるんですけども、まあそういうこともあったなと。バブルの終わり頃の話ですね。でいつも思うんですけどね、こう人間ってね、マウント取りたがる人って多いわけであって、そのまあ人に偉そうにしたがるっていうのは、まあこれ本能ですね、人間の見てると。とりあえず人に偉そうにしたい、他人に対して自分が優位を取りたいと思うわけなんです。でそうするとですね、組織の中にいるとそういう立場になれる場合があるわけですね。それは実力でなる人もおれば、組織上の都合でそうなる人もおるわけなんです。で何らかの権力を手にする、権力を手に入れる人ってやたらと多いんですけど、やたらと多いというか、世の中の管理職の数だけそれがあるわけ、あるいは発注者の数だけそれがあるわけなんですけど、そうなった時にね、その権力を振り回すタイプの人って必ずいい、まあ10人よったら8人ぐらいそうちゃうでしょうね。俺はこれ持ってんにゃって、こんだけ言えんにゃみたいなことになって、そうするタイプがいて、まあ大体でもそうするタイプは大したことないですよね。大したことない、っていうかそこで終わるのは、そういう人たちであるんですけど、
まあでもそのね、小さな権力を持ったらね、その人の本性が出るんですよ、実は。あ、こういう人やったんやというのを分かってしまうわけですね。で、権力持てないとね、人の権力の下にあるわけですから、おとなしくしなきゃなんないでしょ。で、下手に自分を出して主張なんかするもんにはバカーンってなるわけでしょ。それが嫌だから、まあ、悔いは出さないという生き方をなさるわけですけども、そういう人がひとたび権力を持ったらですね、オラオラってなるわけですよ。まあね、女性がね、そういう立場になったらどうなるのかという、まあ、一つの例ではありますよね。まあ大体ね、人間って見てますとね、権力を持つ、あるいは金を持つとね、やること一つなんですよ。おっさんの場合はもうやること一つです。女性に向かって突撃するわけですね、おっさんの場合は。まあ、10人おったら 9.8 人ぐらいまで、そうですね、何らかで、何らかのそのこう形でですね、その新たな女性を獲得しようとする。お金の使いどころはそこになるわけですね。もう見事なもんですよね。私ね、27歳でね、会社を離れて自分でこう仕事をしてですね、数々引っ張り込んだんですよ、その仲間を、昔の仲間を、ほらほらっておいでおいでって、僕は仕事回すからって言って、で、瞬間的にその27から33ぐらいまでの間に引っ張り込んだ仲間たち、元のクリエイターたちを全部年収1000万円にしたんですね。やっぱりやること一緒です。ほんのわずかな例外を除いてみんなそっちへ行くんですよね。いや、まあね、あ、そうなんやなと思いながら見てましたけど、やっぱり人間ね、権力を持つともうそれを振り回したがるし、そのお金を持つとその、ね、違う性の方々をこう獲得しようとするし、これほいで思ったのはですね、まあ、女性もある意味似たようなもんやなという気はいたしますね。まあ、男ほど露骨ではないにしろ、まあ、最終目標はそこにあるんかみたいな、そんな感じがいたしますね。まあ、だから男やから女やからっていう違いはそうそう本能的にはないんだろうなという気がしますね。で、これはですね、まだその私が40代ぐらいの時の話ですね。そのアマドネス軍団のいた会社っていうのは一部上場のデベなんですけども、なくなります。早々となくなりましたね。早々とでもないか、一応は残ってたんですね。リーマンショックの後もありましたね、一瞬。でもまあもうなくなりました。で、今はね、そのかすかにそのある大きな組織の中でこう残ってる人たちがわずかにいたんですけども、それもだん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 細ってて、まあそのうち消えゆくでしょうね。まあ、特に印象がある会社ではないんですけどね、一時その5倍以内に入ってたわけですね。マンション供給量のベスト5とかいうところに必ずここが入ってて、おおという感じではありましたけども、まあ、やっぱりちょっと無理があったのかもしれませんね。で、やっぱりそのね、この人材、この業界、人材薄いんですよ。ほんまに薄いんですよ。三井三菱とか行くとね、優秀な人いますよ。ああ、この人優秀やなと、もう、本当に思えるような人いるんですけど、もう、その下に来るとね、一部上場であろうがね、なんであろうがね、こいつらしゃあないなみたいな、君ホワイトカラーならと、ラーメンの出前でも行った方がええんちゃうのみたいな、そんな奴らが平気でいますからね、ほんまに。もう間違えちゃうか、という。そういう方々が我々の発注側にいるわけでして、もうそれはそれはね、いろんなことがあるわけなんですよ。ほんまになんでこんな仕事してんやろと何度も思いましたけど、まああれからね、あの世界から逃れられてよかったなと今はつくづく思いますよ。もうあっちいくら金もろてもあっちには戻りたくないなという気はするんです。で、まあ、今でもそれは、ね、変わらずに、そのレベルが低いということに関してはね、彼らの人材的なレベルが低いということに関しては、まあ、今でも時々その、まあ、周辺の人たちと話はしますけども、まあ、全然変わらない、わけです。ただ
あのマンションの供給量ということに関してはその10年前15年前に比べても半分以下になってますんで、業界で作ってる人間っていう人の数は少なくなったし、またその広告発注ということに関しては僕がやってたですね、もうさらに少なくなってもうほとんどネットに行ってますから、もう今はかなり痩せた業界にはなっています。まあそういった業界でですね、こう垣間見たですねあの若い女性たちがですね、こう発注者になって権力を持つとどういうことが起こっていたのかというですね、あのあんまり期待しないで言わない、ドロドロどこまで書いてませんからね僕はね、さらっとさらっとですよ、さらっと、はい、というお話でございまして300円でございます。興味ある方は暇つぶしにしかなりませんよこれ、はっきり言って、ほらやかもな、あとで300円返せとかでも知らん知らん、そんなもうね、そういうもんやと思って読んでください。はい、皆さんどうもありがとうございました。